もっと明治時代からあったんですよ。あったんですね。あのまず論争があったのはあの線路の幅、はい、あの工期、あと狭期っていうのね、狭いやつ、どっちにするかの、あの大喧嘩がありまして、その時からそのガレン運鉄って言葉が出始めた。要するに日本の鉄道の線路のサイズをどっちにしようかっていうのを、はい、はあ、やっぱそれだけ鉄道というのがね、街を作っていくきっかけになるでしょうし、ましては新幹線なんて言ったら、ね、これ大変なものだったんでしょうからね、はい、それがオラが街に来るか来ないかは大騒ぎだったんでしょうから、当時の総理が